ゆっくり霊夢です。今回も始まりました。大宮ジェイスー残留への道。今回は第34節千葉戦です。今回も見事に開始早々失点しました。コーナーキックでニアを詰められ失点。前半4分でログインボーナスを上げることになってしまったよ。でも後半4分に黒川選手のゴール。このままいい雰囲気で攻め切れるかと思いきや、試合終了間際に相手にカウンターを許し失点。大事な試合を落とすことになったよ。てか元気寒すぎだよ。12度とか冬かよ。次に順位を見ていくよ。愛媛が琉球にまさかの勝利。順位を一気に上げたよ。相模原は山形に負け。次節の相手、北九州はヴェルディに引き分け。松本は岡山に完敗。栃木はあの岩田相手に引き分け。スウェーデンは甲府に負け。山口は水戸に引き分け。草津も京都相手に引き分けと。下位チームが上位相手に善戦していたよ。また全体的に前節と比べて少しずつ勝ち点を上積みしてきた印象だよ。次に直近5試合の勝ち点での順位表だよ。ここ最近愛媛の調子が良さげだよ。ただ栃木、草津は上位相手に引き分けだから、ここから伸びてくる可能性があるかもね。不調を抜け出せない北九州と山口は、勝つなら今かもね。では最後に残留カウントダウンだよ。残留カウントダウンとは、J2 残留に必要な勝ち点を46とした場合の、必要な成績を可視化したものだよ。今回の千葉戦でカウントは、次の相手はホームで北九州、6ポイントマッチとなっているよ。先ほども言った通り、相手は調子が悪く、通常であれば勝てないといけない試合。でも今回は6ポイントマッチ、相手は普段以上の力を出してきます。でもこの試合勝てばこの後を楽できる。岩田や京都と比べれば勝つことはできるはずです。ぜひいい試合を見せてほしいですね。ということでご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。